許さんぞ、貴様ら。戦えねえはずだ。連れてとっとと地球から消えろ。今すぐカメハウスに帰ってくれ。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。貴様のような数値が低いクズ野郎は大した敵のいない星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。そのおかげでオラこの地球に来れたんだ。感謝しなきゃな。それによ落ちこぼれだって必死で努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。こんなことがあってたまるか。俺は超エリートだ。許さん。やるしかねえ。こいつは
俺たちの仲間を殺したやつだぜ。この次は絶対にベジータを超える実力を身につけて倒してみせる。ブルマさん、泣かないで。このことはものすごく可能性の低いことだけど、ちょっととんでもないことかもしれないけど、もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？あいつらピッコロの顔見てさ、妙なことを言ったんだ。ナメック星人だって。ピッコロ神様もだけど、もともと宇宙人らしいんだ。奴らは確かこう言った。なるほど、ナメック星にはどんな願いも叶うという不思議な玉があるというのは本当だったのか。そうだよ、僕も聞いた。もしも、本当にもしもだけど、そのナメック星ってとこに行くことができたら、ドラゴンボールが手に入るかもしれない。ピッコロさんだって生き返るんだ。その通りだ。ピッコロが生き返れば神様も。やったやった、希望が見えてきたわ。目指せナメック星。
ましょう。もう二つだ。お前こそサイヤ人の力だ。クナグル、サイヤ人だ。真の敵。俺がこんな奴らに。しましょう。かわいくない。真の敵をお見せしましょう。ライナーサイ。真の敵をお見せしましょう。かわいくない。しました。
もダメ。しましょう。